ヘアキャンプご覧の皆さんこんばんは今夜のライブでですねお話しさせていただきますアクティブメディアの清水と申しますどうぞよろしくお願いしますでこのライブではですね、ま広告費をかけずに予約数を増やして売上をアップさせるノウハウとして私たちの事例を交えながら皆様にシェアをさせていただきたいと思いますそれでは早速ですがスライドの方に移らせていただきますはい でではですね美容室の Google マップ集客と題しましたライブを始めていきたいと思います。でこのライブはですね Google マップを使った集客方法を紹介する内容となっておりますのでライブの途中でですね質問タイムというのを設けておりますので何か気になることがありましたらどんどんこちらの方に書いていただいてその質問タイムのときに回答させていただきます。 であとですねセミナーこちらのライブの内容は後ほど、このライブ画面の下の方にあるです、ね、リンクをクリックしていただきますとアンケートにご協力いただくようなフォームがついておりましてそちらご回答いただければ同じ内容の動画を再視聴できるようになったりあと中級編が見れるようになったりしますのでもしよろしければそちらも後ほどご覧いただければと思います。それではまず初めにですねセミナーの講師でこちらライブの講師であります私の自己紹介をさせていただきます。 私はですねアクティブメディア株式会社の清水と申します。で当社がですね2009年創業、従業員数20名ほどの会社で、東京都千代田区の清井町国会議事堂の近くに、えー、オフィスがございます。そしてあとベトナムにもですね支社がございます。で私はですねこの、えー、ビューティー業界で主に2つの活動をさせていただいておりまして、その1つ目がですねサニーポイント、略してサニポという反則システムの開発と提供です。えー、こちらですね。 はい、こちらネット予約システムをはじめとしましたリピーター様を増やすことに特化した反則システムの開発と提供しておりまして全国の美容室を中心にエステサロン、ネイルサロン、アイビューティーサロンあとリラクゼーションサロンなど現在2500店以上のサロン様でご利用いただいておりますそして2つ目の活動がですねサロン反則の専門家としても活動させていただいておりまして で私のクライアントであります2500点以上のサロン様の反則実践データですとかそのサロンを利用するお客様100万人以上の行動データというのを分析研究していますえつまり私たちはですねどんな反則がサロン集客に役立つのかそういったデータですとかノウハウというのをたくさん持っている会社ですそんなノウハウをですねビューティー産業の活性化に役立てたいと思いまして、えー、今回こういったライブですとかセミナーとかメルマガを通じて皆様にシェアをさせていただいております 例えばですね、東京ビッグサイトで開催されております、ビューティーワールドジャパンですとか、あとネイルエキスポといったイベントで、マーケティング系の特別企画のゲスト、講師として呼んでいただきまして、セミナー登壇をしたりとか、あと継続的なものですと、専門大学で学生の皆様の前でマーケティングの講義を行ったり、あとは永田町にある参議院議員会館で定期的に開催している研究会で、 国会議員の方々ですとかあと経済産業省の方々の前でセミナー登壇するとかそういった形で専門家としても活動させていただいておりますで今日このセミナーではですね私たちが持つたくさんのノウハウの中から簡単ですぐ実践できるノウハウというのを厳選して紹介させていただきますそれではそのノウハウを解説させていただくにあたりましてまず最初にこのライブの内容はどんなものなのかについて簡単に説明をさせていただきます まずサロンビジネスにおける売上アップの仕組,みというんです仕組みなんですけれども売上というのは客数と単価をかけたものになりますつまり売上をアップさせるためにはこの2つの要素をアップさせることが必要となります今回このライブではですね集客ノウハウを紹介するものになりますのでこちらの客数の方をアップさせる方法についてのお話になりますそして今回はですねインターネットを使って客数をアップさせるノウハウ え、つまり、ネット集客にスポットを当ててお話をさせていただきます。え、その理由としてはですね、小中規模のサロン様はインターネット集客が、対策がですね、集客の要になることが多いからです。 例えば駅前にあるサロン様とかいわゆる通りすがり来店客の多い駅前サロン様の場合はそのエリアにです、ね、どれくらいの人が住んでいるのかといった証券データを調べることですとかあと駅前に看板を置いて看板を目立つようにするというそういうい工夫が大切になるんですけれども小中規模のサロン様の場合はそういったあの駅前店ではなくてです、ね、あの住宅街とかあとビルの中とかマンションの中という場合が比較的に多いです。 その場合はネット上の検索量で市場規模というのが決まってまいりますので今回はネット集客にスポットを当ててお話をさせていただきますそしてですね今現在ではでさまざまなネット集客の方法がありまして例えばホームページとかあとブログを運営して見てくれる人を増やす集客方法 SEO 対策というものがありますでこの 例えばえ、Google とか y a ヤフーで渋谷美容室と検索したその結果の上の方にですに、ね、皆様のえサロンのホームページやブログが表示されるように工夫する施策のことでしてこれは聞いたことある方も多いんじゃないかなと思いますえ次にです、ね、Facebook とか Instagram などの SNS でサロンの公式アカウントを作って運営して見てくれる人を増やす集客方法がありますえそして最後に、えー、クーポンサイトに掲載することなどが今の主なネット集客方法ですよね でこうしたネット集客法にはですねそれぞれに課題というものがあります例えば SEO 対策であればまず自社のホームページが必要になりますそして今はホームページを作れば集客できるといったような単純な時代ではもうありません集客に結びつくように上手に運営していくにはかなりの知識が必要になるといったような課題があります そして SNS であればですね他のユーザーさんとどれだけコミュニケーションを取っていけるかということが非常に肝心になりますので集客につながるようになるには手間と時間がかかるといったような課題がありますそしてクーポンサイトは掲載費用とかあと予約手数料がかかりますしクーポンサイトを利用するユーザーさんの目的というのは安くやってくれる美容室を探すことになりますので値下げすることが必須になりまして価格競争に巻き込まれやすくなりますよ。 その結果、まあ頼れば頼るほど利益が薄くなってしまうみたいな課題がありますそれでもですね多くの美容室がクーポンサイトに頼る理由というのは SEO 対策つまりですねインターネット検索に非常に強いからなんですね例えば渋谷美容室とインターネットで検索したとしますよ 皆様も、まあ、あ,とあとで,ですねご自分のサロンがある場所の名前とあと業種で入力して検索してみていただきたいんですけれどもこの検索した結果でですね集客につながりやすい上の方に表示されるのはクーポンサイトばかりだと思いますそしてクーポンサイトよりも上に表示させるというのはものすごく難しいですエリアにもよりますけれどもこの SEO 対策の専門家でない限りクーポンサイトに勝つのはまず無理と言,っても言い過ぎではないと思います そうであれば自分でいろいろやるよりはクーポンサイトに掲載した方がネット検索で上の方に表示されやすくなりますので集客できる可能性というのが高まりますよねそうした理由からですね頼れば頼るほど利益は少なくしまうにもかかわらずクーポンサイトに掲載するというわけですこのような現状がですねサロンのネット集客における課題といいますそんな課題を打破してサロンが広告に頼らずに自力で集客できるようになるためのノウハウを紹介させていただきます それがですね、ホームページがなくても無料で今すぐ簡単にできてクーポンサイトよりも上の方に表示される可能性が高い新規集客ツール g o o g l e マイビジネスについてです。この g o o g l e マイビジネスというのは私たちが今クライアント様とのサロン様とともに最も力を入れている策になりまして私は2018年2019年と102店舗のサロン様のサポートをしてきたんですけれどもホームページをお持ちのサロン様ではもちろん お持ちじゃないサロン様でもしっかりと集客できた実績が出ている本当におすすめの施策になりますそれではですねまずは Google マイビジネスとは一体どんなものでなぜサロン集客に役立つのかについてお話しさせていただきます聞いたことある方も多いと思いますがこの Google マイビジネスというのは Google が無料で提供している店舗情報を管理するツールでサロン集客に大きく貢献してくれるように今なってきています無料登録しておくことでですねこちらの赤枠の部分のように、えー サロンの住所とか電話番号、営業時間などを検索ユーザーに伝えることができたり、あとは既存のお客様から口コミを投稿してもらってサロンの魅力を伝えることができたり、キャンペーンや新商品の情報などを発信することができるといったようなものになります。どのような店舗情報をユーザーに伝えられるのかというのをざっと説明させていただきますと、まず左側から、ですねまず写真とあとビジネス名、こちらは店舗名ですね、あとサイトリンク、ウェブサイトというのをクリックするとサイトリンクが表示されます。 そして上から4番目ビジネスカテゴリーというのがありますこちら東京都の美容室とかそういうカテゴリーを入力してその下が住所そして営業時間その下が電話番号そしてその下がネット予約なんですがこの予約というボタンを押すとカレンダーが表示されてネット予約ができるようになるというのがあるんですけどこれはちょっと当社の商品になりましてあとですごい簡単に紹介させていただきますあとその下がですね商品とかコースが写真付きで掲載することができますそしてその下が問い合わせ質問するというボタンが問い合わせです そして真ん中辺に移りまして地図とか経路というのが出すことができましてこれをタップしますと今自分がいる現在地から美容室までの道順を Google マップが示してくれるようになります。そして地図に